皆さんこんにちは、スイコカワ太郎のカブテです。今日はねこちら、はい、自作毛糸、自分でね染めてそれから紡いだ毛糸なんですけれども、これでアームウォーマー編んでおりまして、で最後の2目ゴム編みのところまでやってきました。で2目ゴム編み、この前、2目ゴム編み止めができるようになりましたんで、今日はね動画内で、できるかどうかやってみようというふうに思っております。ではねちょっとね編んでいこうと思います。このね私が作った毛糸もねちょっと編みていただきたいななんていうふうに思ってまして、まあね、少しポコポコしたようなところがあるんですよね。こんな風にね太いところ細いところっていうのがあって、ポチポチとこうところどころねポツポツと出るようになっています。これは酸性染料って言いまして、3種類の色粉があるんですけれども、まあ、虹色染めとか三色染めとか言ったりするんですけれども、一つのお鍋の中に原毛を入れましてね、染めたい、ウールを入れまして、でそこに色粉を溶いた3色のお水ですね、その色水を流し込むような形で、もしくはねポチポチっとしたようなところを作りたい場合はこう粉を直接パッ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 と振りかけるような感じでね落としまして、でそれで、お酢を使ってね染めていっているんですね。まあ、そういう染め方で先に毛を染めて、でそれを紡ぎましてね糸にしていっているわけなんです。で、比較的まあこの辺なんかは、2つの2本の糸を引き揃えているんですけれど、引き揃えて、1本の送信にしているんですけどね、色色調が揃っていますよね。これもちょっとねコツがありましてね、全然2本の糸が違う色になっているところもあるんですけれども、だいたい揃えれるようなやり方があるんですよね。でそれで染めております。なのでまあ大まかに分けて紫っぽいところ、青いところ、緑のところっていう風にねなってきております。この3色の色が、まあ、ピンクと青と黄色、この3色を混ぜることによってこういう色合いがね生まれてきているんですよね。でその3色だけでもっと違う色のバリエーションもねいろいろと生み出すことができるんですよ。すごい楽しいですよ。その3色の色の粉もね手芸店なんかで手に入りますのでね、都染めの染料なんかも使えますので、皆さんもねぜひお家でやってみてください。ステンレスのお鍋であるとか使い古したフライパンであるとかね、そういうものを使ったら少しの量のウールでしたらできますので、でそのねウールの原毛っていうのも最近はですかね、針でチクチク刺すニードルフェルトってありますよね。そのニードルフェルト用の原毛って言って手芸店で売ってますので、そういうものを使ったらね作れると思います。でもしくは毛糸屋さんで生成か白か、なんかそういうね、毛糸を買ってくれば毛糸の状態から染めることもできます。ぜひね皆さんご自分で染めてみられたら面白いと思います。でこれは普通の羊の毛、何も混ぜ物していない 100% のウールを使ってまして、例えばねこういうソックヤンなんかだったらスーパーウォッシュウール と、ポリアミドとかがこうコンボになってて75対25とかそのぐらいになってると思うんですけどね、 100% ウールです。しかもスーパーウォッシュでも何でもないウール使ってますので、洗っていくうちにもしかしたら縮んでくるかもしれないなというふうに思ってます。でねソックヤーンの白がカセで売ってたりするんですよね。でそういうものを使って染められても面白いかなと思います。靴下を編むにはそういうものの方がね適しているかなと思います。でこれは、まあ、靴下ではなくってアームウォーマー、まあ、これなんですけどね、アームウォーマーなんですけれども、なのでそんなに足の裏編む時みたいなそういうね強さがなくっても大丈夫かなと思いましてね使っております。でちなみにこのねこの毛糸に使っている毛は六甲山のね六甲山牧場の羊さんたちのウールを使っています。コリデールなのでねちょっとね硬いところもあるんですけどね、それなりにふんわりと柔らかい弾力と強さ両方兼ね備えたような糸になっているなって思ってます。例えばねニュージーランド産の
メリノなんかを使うとね、もっと柔らかくふわふわな感じに仕上がりますね。だから使う糸もね、いろいろと選んでみられたら面白いんじゃないかなと思ってます。でね、今朝娘がねまた電車に乗り遅れてしまいまして、今朝はねちゃんと早く起きて、もう今中間交差の真っ最中なのでね、早起きして朝ごはんを食べるって言ってラーメン作ってね、横でズルズルすすってやったんですけれど、時計を見たらもう出かけないといけない時間が迫ってまして、お急ぎで着替えてくるって言ってね、着替えてきやったんですけどね、結局乗り遅れちゃったんですよ。もう早起きしてても何もならへんなと思って、しょうがないから学校まで送っていったんですけれど、まあ、その学校まで送っていた帰りですね、一人で運転して帰ってきたんですけどね、なんとね救急車に3回も後ろから追い越されたんですよ、3台もね。でその帰り道に、パトカーが止まっていたり、横からパトカーがね赤色灯を回しながら抜かしていったりなんていうことがあって、事故ですよね、事故が起きてたんですよね。片道45分ぐらいの距離でね、救急車に3台追い抜かれるって、これかなり多い数なんじゃないかなと思ってます。で、つい2日ほど前かな、お友達の息子さんが雨の中ね、塾帰りに自転車で走っていたところ、ちょっとね自転車と車とがぶつかってしまって、怪我して夜中遅くまで病院の方行ったり現場検証行ったりとかでね、時間取られたっていうような話聞きました。やっぱりね、雨の時とかこう春先とかってなんかね、こういつもと違って気がせいていたりすることあるかと思いますけどね、そういう時ほど皆さん、ぜひちょっと落ち着いて運転するとか、周囲に気をつけながら歩くとか、自転車もね十分注意しながら運転するとかしていただいた方がいいかなと思います。もうね、怪我せんとってくださいね皆さんって思ってます。はい、じゃあちょっとねこれ切っていきます。はい、それでですね、こちらね、作り目何目だっけ、作り目56目ぐらいで作り目しまして、で徐々にね減らし目、両側でね両端で減らし目してきまして、今ここ20目、つまり40目の、手首のところの太さになっています。では閉じていこうと思います。わあ、できるかな、めっちゃ緊張する。2目ゴム編み止めもね、1回できたからといって油断してしばらくしなかったらまたね忘れてしまったらいけないのでね、時々やって思い出すようにしていこうと思っております。はい、ではやっていきますが、まあ編み方どういう風にやって、こういう風にやってっていうのを説明しながらはちょっとできないかなと思うので、もうちょっとね、そういう風に説明しながら編めるようになるのはもうちょっと待ってくださいね。喋りながら編めるか、閉じれるかどうかすら今怪しい状態なので、とにかく頑張ってやってみます。一目ゴム編み止めとすごく似ている部分もあるんですけどね、喋られへん。どれだ。ちょっと待ってください。これですね。裏目と裏目をつなぎます。そして表目と次の一つ飛ばしたこっちのね表目。裏目とその横の裏目をつなぎます。で、表目とその横の表目をつなぐんですが、この時表目に針を入れたら一旦針を抜いて元のこの裏目のところに針戻しておいてやります。表目と表目をつないで、この裏目とその次の裏目に針を入れます。はい、で1回しか針を入れていない表目に
針を入れて1本飛ばしてこの次の表目に針を入れます。あ、できてるでしょ。で裏目に針入れて次の裏目に針を入れます。で表目に針入れて裏目一瞬落としてね、これでいいんだ。表目こうだ。はい、で裏目と裏目をつなぎます。できてるできてる。はい、で表目一旦落としているこの表目に針を入れて次の表目、このね裏のこの裏目は飛ばしてその次の表目に針を入れてつなぎます。裏目とその次の裏目に針を入れます。今この裏目はまだ1回しか針が通ってないんですよね。で一旦一瞬だけ落としてもう一回針にこの裏目を戻しておきます。これがね余計不明になるとやりにくいので針に戻しておきます。で表目同士、隣り合う表目同士でつないでおきます。で裏目と表目落として次の裏目つなぎます。でこの表目とそのここでこうしといて、後ろ側とね一体化させておかないとできないですね。表目とってる。でこれと隣の裏目、あ、持ってる。はい、で一瞬落としてまた裏目を戻します。で隣同士の表目こうだ。で裏同士、で一瞬落として裏目戻して表目同士、裏同士、表目同士、裏同士、裏目から一瞬針を落としてもう一回入れておきます。戻します。で表目同士、で裏同士、できてるできてる、大丈夫。表目同士、入れて一瞬裏目から針抜いて同じ穴に針を戻しておく。で表目同士、裏同士、落とした表目に針入れて表目同士、裏同士、いけてる。これで終わりか。終わりですね。表目同士の裏同士、これ、あ、できたー、できた、できたよ、できたよ二目ゴマ三度目できました。嬉しい、できましたよ。まだ片手ですけどね、できましたよ。ちゃんと手が出るかな。あ、出た。うん、ぴったりだ。こんな感じです。あ、いい感じ。こう肘までね、肘まできますね。はい、あったかいです。いやー、やった、できた大満足です。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったら
いいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。